在ね、グラピアこんな感じです。まだ結構増えたとはいえ、庭全体を見渡したときに、まあまあまだ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 ですね、まだまだ覆い切れるというほどではないし、見てくれもね、ちょっとここだけって感じがちょっと気持ち悪い感じになっております。これをね、今日はちょっと増やすための策があるので、これをやっていこうかなと思います。上から見るとこんな感じですね。やっぱね、このクラピアすごくこう上から見た時にしっかり覆ってる感じがあって、しかも踏んでも強いっていうのはいいですね。このままこのまま庭全体にクラピアを覆いたい。しかし現実はこの大箱やらよくわからん雑草やら荒れ地みたいな。ということで、まあ、まずはね、草抜きからやっていきます。こういう風にね、すっごいレンガの方まで伸びてきてる茎があるので、これをね、ちぎって他のところに移植しようと考えてます。うまくいくんじゃないかなと思うんですけど、こういう風にブチッとぶちぎって水に浮かべて、これを増やしていこうと思います。ちぎって芽を出させて他のところに植え替えていこうかなっていうのが今回の作戦。これ短いな、長いところがいい。はい、草を抜きました。草を抜いて、そして横のところの草も刈り込んで、そして水に移したクラピアです。そしてこれをこのね、水の溝のところに植えていこうと思います。はい、クラピアです。前回の動画からまあ1ヶ月後ぐらい、最初に4株この辺とこの辺とこの辺とこの辺に植えてからは3ヶ月後ですね。どうでしょう、結構覆ってるんじゃないでしょうかね。特にこの辺りはもうしっかり絨毯みたいに、絨毯とは言わないか、しっかりこうギュッギュッと踏みしめてもへこたれないぐらい強くなってますが、よく見るとね、よく見ると雑草も生えてます。これが雑草ですね。わかるかな、これがね、ちょっとなんか雑草として結構はびこっていて困ってます。ほとんどクラピアと変わらないような感じなんですけど、あと大箱とかも入ってますね。で、この辺りの緑色になっているところがクラピアをこうちぎって植えたところです。こういったね、レンガの端っこに伸びてるやつをブチッとちぎってはこう植えるっていうのを繰り返してたんですけど、結構定着してます。その辺の角もちゃんとクラピアです。この辺りもクラピアをちぎっては植え、ちぎっては植えを繰り返して、一列ちゃんと定着してますね。ただまあちょっと暑いんでね、8月入ってからほとんど雨降ってないぐらい暑いんで、朝は水やりしてるんですけど、この辺はあたりかなり水がないから、さすがのクラピアといえどもかなり弱ってますが、まあ秋口からまた雨も降り出せば、もう少し緑がしっかりとね、このこっち側のレンガの一面はクラピアで綺麗に一本線ができるかもしれません、ね、こっち芝生です。高麗芝なんかがあんまりね、うちの同じぐらい水あげてるんですけど、こんだけまばらになってるのを思うと、クラピアがすごくいい感じに生えてるんじゃないでしょうか。はい、ということで3ヶ月後のクラピアでした。またね。
また1ヶ月後か2ヶ月後かに動画を上げるかもしれないです。ほなまた。